今日はしのちゃんと一緒です。イエーイ。初めて荒川遊園。いや初めてです。あこっちでもいいな。これ GoPro 見て。 GoPro これファンの人がくれたみたい。そうなんですよ。ファンやばくない？やばいですよね。マイクもね買ってもらって。そのファンはちなみに何のファンなの？ YouTube のファンなのか。あ、配信を見て、うん、そう好きにしてくださってて。あのニコ生ではなくて。ニコ生じゃないんすよ。何の配信してるん？そう、エブリーライブっていう配信も前にしてて。おお、GoPro 欲しいです。荒川遊園としのちゃんです。イエーイ。ここは入り口ですか？ここ公園になっとるね、通路が。遊園地までの本当の入り口はもうちょっと素晴らしいですからね。これは荒川遊園続いていきますよっていう、なんていうの、予選みたいな。本戦はもっとしっかりします。あ、楽しみじゃん。はい、いや思ったより、うん、荒川遊園地までの道が長い、うん、思ったより長い。だからたどり着くまでに遊園地行くでっていう感じを出しとかんと、わからんくなるっていう感じかもしれない。いや本当ですね。遊園前って書いてあるのに、どこに遊園あるでんっていうのをもしかしたら防ぐために、うん、このね公園とかね、そうそうそう、こういうのついてるんですよ。公園がねいっぱいね。はい、都内の中でも緑あふれる荒川でございます。あ、ここが初荒川です。はい、ちゃんと遊園地でしょ。遊園地どうですか、しのちゃん。これはテンション上がりますね。テンション上がりました。よかった。荒川遊園です。しのちゃんが荒川遊園に来てはしゃいでおります。ゲート前でございますけれども、十分楽しんでくれます。ようこそ荒川区外から荒川遊園地へお越しくださってありがとうございます。もはやイメージと違いました。じゃあ買いますか。クリーパスと入園券を買えばいいか。ちなみにですね、はい、今日私券買いましたけれども、はい、難病患者の人、障害者の方、はい、入場料はかかりません。ああ、なる、はい、すごい。ここに案内ないな。でもないですね。これ買いとかなあかんでしょ。すごい、はい、視察みたいになってる。これ言います。あ、買いとかな。すごい、今日聞いてよかった。うん、買いてないな。え、それってなんかチケットじゃないけど見せたりするんですかね。そうこういうね、私も難病の指定受給者所あるんですけれども、はいはい、こういうのを見せると入れます。なるほど。その代わり乗り物はお金かかるんですよ。そういうことか。そう、一個一個かかるわけですね。はい、普通に私今日買いましたけど、はい、これを持って行ったら付き添いの人も入園はただ。へー、付き添いの人も、はい、障害者手帳とこの難病の受給者証は無料になるんです。あ、そうなんですね。入園料のみ、すごいですね。入園料のみね。それは書いといた方が絶対いいですね。はい、領収書めっちゃ可愛いんだな。可愛いよね、これ。領収書じゃない。やっぱディズニー感出てない？出てますね。領収書みたいなのだとミッキーとかミニーとか書いてるやん、ね、ディズニーで。フクロウだった私。え、ちょっとちゃうよ。私イルミネーションやで。え、領収書。あ、かわいい。アラボーアラミおるやん。あ、これがアラボーアラミ。うん、すごい。かわいい。え、これほんまに書いてないな。予算委員会で言いますわ、これ。予算委員会で。書いてない。すいません、いいですか。難病の人とか障害者の人って手帳みたいなの見せたら確か無料ですよね、入園は。そうですよね。そこになんか書いてなかったから。あ、そこに書いてるんですね。ありがとうございます。券売機のところに書いといてほしいよ ね。多分分からん。見ないですよね。買ってしまったってなりそうやから、うん、え、デジモン流れてる。え、ちょっと私のこと迎え入れてくれてる。荒川遊園この時間に行きます。言ってないけどもう分かってるみたいな。選曲した人だね。ありがとうございます。遊園地か、荒川。荒川、いや、まさか荒川遊園行ったらバタフライ流れてくるなんてやばいでしょ。荒川アラミ行きました。荒川アラミはですね、荒川区のシンボルキャラクターでちゃんと住民票あるんですよ、この子たち。言うてしまえばですね、春日部市におけるクレヨンしんちゃんと同じような感じじゃないですか。でもほんまにクレヨンしんちゃんほど人気ないけど、しかもオリジナルやけど、こっちはちゃんと荒川区の人からは可愛がられてますね。はい、でこのアラボーとアラミなんですけど、はい、荒川区の住所あるじゃないですか、はいはい、1丁目2番の3号みたいな、うん、全部プレートにね2人乗ってます。え、すごい。荒川区の住民票っていうか住所プレート全部この子たち町中に乗ってるんですよ。じゃあ本物だ、本当の住民だ。はい、荒川区の愛されるキャラクターです。でちょっとこれ見てほしいんですけれども、はい、天ぷら油で生まれるイルミネーション。なんて言えなかった。天ぷら油で
含まれるイルミネーションってことで、はい、あの食品で使った油あるじゃないですか、うん、それをエコーでその油を使ってイルミネーションやってるんですよ。夜天ぷら油を使ったエコのこのイルミネーションバイオディーゼルっていうんですね。やっぱり区がね、うん、運営してる遊園地だけあってこれ環境にもすごいねあの配慮されております。なんかそういう情報を知った後に来るとまた違いますよね、はい、方もいた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 、かわいい、いたいたいた、かわいい、かわいいね。カンガルーもいますよ。カンガルーもカンガ、かわいい。カピバラとカンガルーの部屋見てこの子、チビカピバラチビカピ、チビカピちゃんが、えーかわいいね、マジでかわいい、かわいい。しかもなんかこのウサギ、あのなんやろ、学校とかにおるウサギじゃないな、ねえ、かわいい、うさちゃん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 、めっちゃキュ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 言ってるな。言ってますね。なんかめっちゃ大声になる。え、これちょっとなんか毎日通いたくなるぐらいの可愛さあるな。年パス買うわ。うん。全然逃げへんな、モルモット。うん。ちょっと幸せやな。これはもう。いいね。小動物好きな人からしたら。牛ヤギみたいなね。牛柄の。牛ちゃん。え？ちょっとかわいいね。え、大きい子がなんか喋ってるよ、二人。おい、これ来た。ごめんね、仲直り。かわいい。あっちもかわいいな。でも、あっちは触れんやつやな。大きい子ちゃん、ね、もうこっちは大きくなった。初めてふれあいコーナー入ったからよかった。遊園何回も来てるけど、遊園 3,4 回来てるけど初めて動物とふれあえた。いや、いいな動物と。ちょっとまた来たいな。このこのコーナーのために来たよ、ね、本当に、はい、うさちゃんたちもバイバイ。いや、よかったね、しのちゃん、マジでめっちゃよかったです。良すぎたね。ここ、これがね、あのふれあえる時間なんですよ。来たい人はこの時間見て来てください。いい時間に来ましたね。はい、めちゃ良かったです、ね、めっちゃ良かった。ちょっとポニーも見るだけ見ていく。やっぱポニーって馬と全然ちゃうよね、大きさが。こっち向いて。全然こっち向いてくれへん。しのちゃんとポニーさん、かいちゃん全部後ろ姿バイバイ。汽車みたいなのが走ってる。そうそう、豆汽車。豆汽車、豆汽車と言います。あれも全部乗りましょう。フリーパス買ったんで。あ、乗りたい。ちょっとやさぐれてない、この灰色のやつ。カピバラ親子、かわいい。え、ちっちゃい、なんか、あ、ほんまや。ちょっとマーモット、マーモット。やばい、マーモット、マーモットちゃう、これ。マーモット、ミヤキャットか。ミヤキャットかな。プンバ、プンバとあれや、かわいい。ティモンとプンバや。ちっちゃ、ちっちゃいな。子供かな。そういうことか。ほら見て、米粉で作り、米油で揚げています。チロス米粉なんです。で、このコッペパンセットってやつが米粉のパンに変えれるんですよ。あ、そういう。そうなんです。食べましょう。やった。